こんにちは。ご訪問ありがとうございます。猫族です。2024年8月中旬、今月はベルーナドームへ行く予定が少ないのですが、急遽予定が空いたので、イースタンリーグ戦を初めて見に行きました。行き帰りの電車が空いていて、久しぶりに列車の撮影をしました。猫族チャンネル。また球場内の様子も少しご紹介いたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。乗車車両は嬉しい2000系です。ライオンズフェスティバルの開催期間中、地元周辺地域や多くの企業が協賛されていて、かっこいいデザインのユニフォームをはじめとするグッズやフラッグで、球場や駅、街がいつもと違う雰囲気で彩られています。猫族はまだ乗車したことがない西武山口線レオライナー。この日の一軍の試合は楽天モバイルパーク宮城で行われています。ベルーナドームで開催する2軍戦では、良い席をお安く購入することができ、この日は出かける直前にチケットを購入しました。グッズショップはメインのショップ、チームストアフラッグスのみですが、この日のショップ出入り口は球場外扱いとなり、チケットなしで入れたので、ゆっくりお買い物をしたい方にはおすすめです。チームストアフラッグス以外にはバックネット側の一部の飲食店がオープンしているので、飲食にも困ることなくほとんど並ばずに購入できました。ベルーナドームの座席はスペースも広く座り心地も良いですが、さらに快適なシートでゆったり観戦できました。なかなか見つけられずにいたこちらの幕、ようやく発見。対戦チームはオイシックス新潟アルビレックスベースボールクラブ。応援歌などがない代わりに審判や選手、ボールなどプレー中の音が響いていてとても面白かったです。また猫族は初めて拝見する貝野投手をはじめとする一軍での活躍を多くのファンが待ち望んでいる大人気選手や、一番バッターの金子選手は最初右打ち、サヨナラタイムリーヒットを打った時の左打ちと、スイッチヒッターのプレーや守備での活躍も見られて楽しかったです。今回の動画はいかがでしたか？ここまでお付き合いくださりありがとうございます。
最後にキュートでキレキレパフォーマンスのライナちゃんと、横を通り過ぎるマウンドとは違ったラフな雰囲気の松本投手をご覧ください。それではまた次の動画でもぜひお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。